さあ皆さん、政治経済行ってみたいと思います。今日の質問形式はこちら。で、皆さん、時間の都合上ですね、皆さん、この4番、ご政治問題あるんですが、これ、並び替え問題の対策動画ですでに説明しておりますので、これは省略させてくださいね。で、皆さん、今日はこの色のついた質問ですね。合計5問いきますので、一緒に頑張りましょう。さあ皆さん、まずは、この問いの1番の設問の指示の一読をお願いいたします。で、皆さん、この文との South East Asian Countries。で、皆さん、これが第2段落の皆さん、このあたりに出てくるんですが、実際にはこの第1段落ですね。この内容を踏まえて選択肢検討するとうまくいきますので、特にこの第1段落を一読していただいた後、こちらの選択肢の検討をお願いいたします。で、皆さん、意味内容なんですが、まずこの一番先頭をご覧くださいね。自国の食文化。それをプロモーションしたいんですね。で、誰がって言うと皆さん、このあたり。皆さん、underrecognized。あんまり名前が知れ渡っていない国々のことですね。で、そのあまり話題に上ってこない国が自国の食文化。それをプロモーションするのが皆さんこれですね。料理外交と訳しましょうか。で、その料理外交を通して自分たちの名前を世界に知らしめたいんですね。で、もちろんそれは認知度が低い国ですが、皆さんこういうふうにも言い換えられてますよね。軍事、政治、経済的な力があまり強くない国。そのために料理外交というものがあるんじゃないか。ですから言い方を変えると、皆さん、ハードパワーが制限されていてもですね、料理、つまりソフトで勝負すると。で、そういうことを言ってる選択肢が皆さん見つかってますよね。で、皆さん選択肢の A。で、皆さん外交の話はしてますが、皆さん外交官は出てこないですね。で、選択肢の B は皆さん緊急に必要とは書いてませんよね。そして選択肢の C ですが、皆さんこの普通の関係性に入り込めません。そういう記述もないですね。そして選択肢の D をすっ飛ばして選択肢の E。軍事力が十分強い。皆さんこれは軍事の力、皆さんレスと書いてますよね。となってくると皆さん選択肢の D。特に文末でございます。このあたりですね。経済とか軍事力は弱いと。で、そういう国の話はこちらに書いてますよね。で、そういう国が料理外交を通して皆さんこれですよね。世界の中での皆さんポジション、地位の改善。これが皆さんこのあたりでいいんじゃないですかね。世界へ売って出るんですよね。ですから本文と合致しますので、正解は D ということでよろしいかと思います。では皆さん第2段落でございます。本田皆さん問いの2番の検討をお願いします。さあ皆さん、料理外交の一例として皆さん、タイが挙げられてますよね。で皆さん、目的はこのあたりですね。タイのレストランの数を世界中に広げると。まさに世界に出ていくお話ですよね。で、皆さん、そうすることによって、皆さん、経済的な効果が期待できるんですよね。そして皆さん、文末でございますが、他国との関係性も深めることができると。で、そういうことを言ってる皆さん、選択肢見つかってますよね。で、皆さん、まず選択肢の A でございますが、皆さん、これ、from が使われてるのはダメですよね。これだったら、世界から皆さん、タイの中に取り込む。で、これ、本文では世界へ飛び出していく話でございますので、選択肢の A は×。で、選択肢の B は皆さん、これ、後半はいいんですよね。海外で働く。まあ、世界に売って出る。まあ、世界へ飛び出していくわけですから良さげ。ですが、選択肢 B のこの文頭、this college。まあ、それを思いとどまらせるという話になっちゃいますね。で、選択肢の C はこの文末。経済へのダメージ。皆さん、これ、経済効果あると書いてますね。で、選択肢の D をすっ飛ばして選択肢の E。やっぱり皆さん、from って書いてますね。他国から。いやいや、他国へ飛び出していくんですね。となってくると皆さん、選択肢の D。経済的な恩恵を生み出す。まさにここにぴったりですよね。そして選択肢の D の文末。文化的な恩恵と政治的な恩恵。これは皆さん他国との関係性を深めることで皆さん得られそうですね。ですが正解は D ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いての段落でございます。で、先ほど皆さん正解出ましたが、皆さんこの選択肢の D ですね。ここにつながることを踏まえながら一読だけお願いいたします。で、皆さん、第4段落ですが、先ほどの第3段落よりかは、こちらの選択肢の D、こことの関係性をより深く感じられるかと思いますので、これを意識しながら、一読だけお願いいたします。で、皆さん、読んでいただいてわかるかと思いますが、まず、文化と政治。これが選択肢 D の文末につながりますよね。そして皆さん、経済の話が文頭、エコノミックにつながりますので、やっぱり D が正解ということで、よろしいかと思います。すみません、続いての段落でございます。こちら、空所 A に関して、問3番、検討をお願いします。
すみません、この文章の並び替えでございますが、まずは選択肢の A。まずこれ、オールソーがおりますので、まずこれ一番最初には来なさそうですよね。そうです、追加の話でございますので、一旦保留。だってまず選択肢の B か C かということですが、まずこれ選択肢の B のこのあたりですね。あ、うにゃうにゃプログラム。これと皆さん選択肢の C の文頭。ザプログラム。まずこのアーとザーの関係性で一発ですよね。ですから、監視アーで導かれたこの名詞が初めて出てきて、そしてザーで受けると。ですから、B、C の順番。そして皆さん次はこのあたりですね。クッキングスクール。そうです。教育施設の話がありますね。で、まさにそれをインスティテュートと言ってくれてますよね。で、それがあるからこそ皆さんまさにオールソーにつながりそうですね。そうです。キムチインスティテュート。ですからまさにここのインスティテュートを受けてオールソー。ですから選択肢の C の後は A。よって正解は B、C、A ということでよろしいかと思います。さあ皆さん続いての段落でございます。まず皆さんこちらの空所 B。これ皆さんこの4番の並び替え問題でございます。で、皆さん、これはですね、並び替えの別の動画がありましてですね、もうすでにそこで解説をしております。ですから、今回は答えのみ提示いたしますね。ですので、そのあたり踏まえまして、皆さん、検討をお願いします。ということで、皆さん、正解はこちらになります。さあ、皆さん、続いて空所 C と D。こちら、問いの5番でございますので、検討をお願いします。すみません、これ空所 C の左側、formal、形容詞ですよね。で、その形容詞の後にコンマがあって、で、皆さん、どの選択肢を選んでいただいても形容詞。ですから、形容詞が2つ連続しておりますので、皆さん、選んでいただいた選択肢は、この formal の言い換えが可能なものですよね。となってくると、皆さん、選択肢の意義が良さげですよね。で、皆さん、もしくは、このあたり、皆さん、政府のところから皆さん、アプローチした方もいらっしゃると思います。で、じゃあ皆さん、この空所 D にはシチズンを入れていいのか。で、皆さんの中に皆さん、この or と as well as、そこをヒントにした方もいらっしゃいますよね。ですから、空所 D のところと grass roots。この皆さん、グラスは草。で、ルーツは根っこ。ですから、草の根。つまり、草の根運動ですね。で、そこから皆さん、シチズン。それにつなげていただいてもよろしいかと思います。ですから、正解は E ということで、よろしいかと思います。さあ、皆さん、次の段落でございます。皆さん、これ、問いの6番、内容一致問題なんですが、皆さん、これ、一読していただいた後ですね。皆さん、正解にはちょっとたどり着かないかもしれませんが、皆さん、×のものがいくつか見つかるかと思いますので、検討をお願いします。で、皆さん、選択肢の A ですが、皆さん、タイの話は出てこないですね。で、選択肢の B は、この文末。地域的な危機。で、それもないですよね。で、選択肢の C をすっ飛ばして、選択肢の D。メンバーシップを求めている。これもちょっと書いてないですよね。で、選択肢の E。皆さん、大量生産のワークショップ。で、皆さん、それは皆さん、段落一番最後に書いてますよね。ただ、皆さん、その大量生産のワークショップに、皆さん、little more than、うにゃうにゃに過ぎない。で、そういう皆さん、perception、認識を皆さん、終わらせたいと書いてますね。ですから、選択肢の E のこの文頭、slangson、強化するではないですよね。ですから、おそらく選択肢の C が良さげなんですが、念のため次の段落に行きますね。さあ皆さん、最終段落でございます。問いの6番、再検討をお願いします。さあ皆さん、選択肢の C、いけるのかどうかですが、皆さん、このあたり良さげですよね。地元の台湾の料理、それを中国本土へ持っていくんですよね。ですが、まさに中国本土との関係性。で、なおかつ文末にかけて、皆さん、関係性に影響を及ぼすと。まあ、しかも、ホープと書いておりますから、プラスの影響ですよね。まあ、それにつながるようにしたいと。で、それが皆さん、選択肢の C のこの文頭、台湾の国際的な名声を改善すると。そうです。プラスに持っていくわけですから、正解は選択肢の C ということで、よろしいかと思います。